こんにちは、ミルクティーのみたいです。ということで、ワールドカップ悔しくて悔しくてね、準決勝とか見れてないんですけど、皆さんは心の整理ができたでしょうか。あの1試合の中にね、10個ぐらいのことわざが入っていると言ってもね、過言ではない、すごい名試合だったなと。ということで、今日のお話なんですけども、私はゾディアックだ。これはある有名な迷宮入り事件の犯人が残したメッセージであり、ゾディアックとは占星術で12星座を表す言葉だそうです。世の中は数えきれないほどの謎に満ちていますが、その中でも芸術的とさえ言える謎というのは、時に人を感動させ、人の人生を狂わせたりしてきました。ではなぜ人は謎に引きつけられるのでしょうか。最近もね、暗号ですごく話題になったように、人間は謎に引きつけられます。答えは簡単です。平凡な日々の中に非日常を味わいたいから、または暇つぶしのようなものだと思ってます。例えば小学校時代、遠足のね、行き帰り2時間のバスの中で、ね、こんなね、ちっちゃい謎々大辞典みたいなね、本をね、持ってる人の周りに、みんなね、集まったように。でも現実の謎っていうのは答えがどこにもないこともあって、多くの浦島太郎を生み出したと思います。これから紹介するゾディアックは、紛れもなく犯罪の歴史に残る謎だと思います。1968年から1974年のサンフランシスコで、5件の殺人事件が起こりました。それだけではよくある無差別殺人事件のように聞こえますが、この犯人のパフォーマンス、さらにこの謎の暗号文により、かなり話題になりまして、当時のサンフランシスコを恐怖のどん底に落とした事件でもありですね、現在も FBI や警察によって捜査継続中の事件になります。ゾディアック、この名前もしかしたら聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。この事件というのは、映画のような残虐性とパフォーマンス性を兼ね備えておりまして、事件当時、まさにサンフランシスコで恐怖に怯えていたある少年がですね、これを題材にした映画を撮りました。その少年の名前はデビッド・フィンチャー。映画好きでこの名を知らない方はいないと思います。ファイトクラブやセブンなど数々の名作を撮っています。ではですね、この事件とは一体どんなものだったのか、詳しく見ていきましょう。まず最初の事件なんですが、1968年、10代の男女が車の中で射殺されて見つかりました。最初は誰もが強盗や何か揉め事に巻き込まれたのではないかと思ったんですが、何も取られていなければ、犯人に浮かび上がってくるような人物は誰もいなかったんですね。それから翌年、数ヶ月後にまたもやですね、カップルが乗っていた車が襲われて、女性は死亡し、男性はですね、首を打たれたんですが、かろうじて生き残ったそうです。ここからですね、事件は大きく進展していきます。なんと犯人から警察署の方に電話がありまして、犯人が直接それらの犯行は自分による犯行であるということ、さらには他の自分が今までしてきた犯行と、さらにその犯行現場を警察に知らせてきたんですね。その時の被害者の生き残りによって作られた似顔絵がこちらになります。絶対ね、誰かしらはシャムさんに似てるとかって言い出しそうなんですけども、多分ね、シャムさんは当時ロサンゼルスにはいなかったんじゃないかなと思うので、違うと思うんですけど、ここからさらに進展していきます。次に新聞社などに3通の謎の手紙というのが届いたんですね。それがこちらになるんですけども、上にはですね、私はゾディアックだと書かれています。そして下の方に注目していただきたいんですけども、丸に十字のマークが書かれておりですね、ここから呼ばれるようになり、さらにこの丸に十字のマークがシンボルマークとなりました。で、これらの手紙というのは一部暗号化されておりまして、それらを組み合わせれば犯人にたどり着くということが書かれておりました。ここからですね、警察はもちろんのこと、 CIA、FBI、海軍、さらには普通のね、暗号マニアの人たちもこの暗号の解読に挑み始めました。というのも、この手紙と同時にですね、この手紙を送りつけた新聞社宛てに、これを新聞に載せなければさらに多くの人間を殺すだろうというふうに書かれておりまして、これによって世の中に知られるようになり、恐怖のどん底に包み込んだんですね。日本でこんなことがあったらとんでもないことになりそうですよね。その後さらに被害者は増えていきまして、次はタクシー運転手が殺害されることになります。このあたりから犯人が被害者をランダムに選んでいるということが分かってきて、より怖くなっていくんですけども、また先ほどと同様に、被害者のタクシー運転手が着ていた衣服の一部と一緒にまた手紙が送られてきました。しかしやはりこの暗号というのもかなり難解で、この犯人でものもおそらく捜
相当な天才的な頭脳を持っているということもあって、なかなか逮捕には至らないまま時が経つことになります。ここで驚くことにゾディアック本人から警察署の方に自首するというね電話が来たんですね。同時に彼は自分をテレビ番組に出演させるということを条件に自首すると言ってきました。それを警察は飲みまして、なんとテレビ出演を、電話によって、果たすことになります。その時当然電話では犯人かどうか判別できないということで、当時の事件の生き残りの男性によってその声によって、犯人かどうかということをね確かめようというふうに、この番組に招かれたんですけども、結局その電話の主は、その声は弱々しくてゾディアックではないということが判明し、事件はまた闇の中というか手がかりはまたなくなってしまったんですけども、その後ですね弁護士のもとにゾディアックの方から手紙が届きます。その時は本人である証拠の被害者の衣服の一部と一緒に、弁護士に、俺は自分から助けを求めることができない、俺の中のもう一人のあいつがそうさせてくれないからだ、だんだん自分にブレーキをかけられなくなっているのがわかる、そのうちブレーキが壊れて9人目10人目を殺してしまいそうだ、助けてくれという手紙が届きました。これがゾディアックから届いたメッセージの最後となりました。もしかしたら彼は多重人格者で暗号を残すことによってだんだんモンスターになっていく自分を誰かに止めて欲しかったのかもしれないですね。その後の捜査によりますと、ゾディアックの犯行と思われる事件というのは計40件近くあったそうです。ということでこれがですね、なんとも不可解な、犯罪史に残る事件なんですけども、もしね日本でこんなことがあったらすごいことになりそうですけども、もちろんこの事件には続きがありまして、こういった大きな事件っていうのは必ず多くの人の人生を狂わせていくんですね。それから約20年経ちまして、1990年にゾディアックの模倣犯のような事件がニューヨークで相次いで起こりました。その事件の犯人は21日周期で犯行に及んでいたんですけども、最初に言ったゾディアックは12星座を意味しているので、12星座の人たちを調べてそういう人たちを一人一人殺していくというね、事件が起こりました。で、最終的に犯人は捕まったんですけども、彼はゾディアックを神のように、崇拝していたそうで、結局ですね彼は懲役236年の刑で、刑務所の中に入りました。でさらにこれは比較的最近の話なんですけども、ゾディアックの思考を真似て作られた AI というのが南カリフォルニア大学で開発されました。 AIにゾディアックの思考というのを学ばせて、その思考に基づいて文章なんかを書かせることができるようになって、そのように何とかしてゾディアックの犯人像に近づけないかというふうにゾディアックに囚われている人というのがですね今も後を絶たないと言われています。もしかしたら僕と趣味が近い人がいたらね、今の話を聞いて漫画ネウロン出てくるねサイをね思い出した方もいるかなっていうふうに思うんですけども、おそらくあのサイっていうキャラクターはゾディアックやさらにねもう他の凶悪犯罪者たちを掛け合わせて作られたキャラクターなんじゃないかなと僕はね勝手に思っております。これは映画評論家の町山智博さんがね直接デビッド・フィンチャーから聞いた話みたいなんですけど、結局犯人っていうのは捕まらず容疑者はたくさん出てきたものの、どれも DNA 鑑定したら違うとか筆跡がちょっと違うとか、そういう風になってただただ疑われて人生がめちゃくちゃになった人がたくさんいます。人生がめちゃくちゃになった捜査官であったり、この事件を追い続けた漫画家であったり、模倣犯になってしまった若者などね、いろいろいまして、さらにその恐怖に怯え続けたデビッド・フィンチャー自身含め、この事件に囚われた人間の一人としてこの事件への弔いを込めてこの映画を作ったそうです。犯人は分からなかったけど取り憑かれなくていいんだよと、これはまさにゾディアックとゾディアックに取り憑かれた人たちへのレクイエムですというふうにおっしゃっていたそうなんですよね。ということでどうだったでしょうか。コナン君で言ったらね、劇場版の方になるようなストーリーですけどもね、コナンだったら多分ゲンタがなんかこう引っかかる一言を言って、それにコナン君がゲンタ今なんて言ったって言って、そっちはそのちょっと前だとかって言ってね、それで犯人がね見つかったりするんですけども、現実はねなかなかそうもいかないということでですね、なかなか興味深い事件だったんじゃないかなと思います。もしかしたら今後皆さんもゾディアックという言葉をね聞く日が来るかもしれないですね。でこういう事件を見るとですね、やっぱりこう間違いなく現代の社会においてゾディアックは悪というふうに分類されると思います。じゃあ僕たちは善なんでしょうかと、僕はとてもじゃないけどコメンテーターのようにですね、自分を善の立場から悪と自分に線引きして語ることっていうのはねできないですね。それはつまり誰もがですね何かこう負い目をね感じながらね生きているということなのではないかということで、今回はねこの辺にさせていただこうかなと思います。今日も世界にある謎の一つをですねご紹介させていただきましたが、謎というのはねまだまだ、たくさんあるので、気になったという方はね、映画も
ね、見てみてください。ということで、こういうお話が好きな方はぜひね、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。失礼します。